こんにちは。渡辺哲也翔です。私はこれを言うのもおかしいんですが、実は私はゲストで、参加させていただいております加賀公園です。で、隣にいるのが井川さん。いかがよろですしか。くお願いよいろたしくします。お願いいたします。ちょっと渡辺さんが今、ちょっと遅れてるということで無茶ぶりなんですが、2人でお話ししようということで。じゃあすいませんが、皆さんよろしくお付き合いをお願いいたしまよろしす。くお願いいたします。まず最初に、本当無茶な話でいきなり言うようですが、今のイスラエルとハマスの件って、いかすというふうに。いろいろ歴史的経緯があるのは承知の上なんですが、だといってそのことをですね、今回の一般市民へのですね、4000発にもわたるですね、ミサイル程度、あるいは浮上使用ですね、誘拐拉致していいということに、人質にしていいということには正当化の理由にはならないと私は思ってますけそうど。ですね。で、一方でその報復ということで、今度はハマスの方に、ガザ地区にイスラエルがまたいろいろと攻撃をして、死者がどんどん増えて、でこれはまだ犯人分かってませんけれども、17日に病院が直撃して500人近く、一般市民が亡くなったということで、これ収拾つかないですね。つかなくなりますね。私このイスラエルがかなりの、報復をするであろうということも当然ハマスはですね、予想してないわけがないそのうなで、んです結よ。局自らのその主張のためにですね、イスラエル市民も、ガザの、方が人々もですね、こういった悲惨なことに陥ることにですね、実行したっていうことにおいて、私はやっぱりハマスはテロリストだと私は思ってますけれども。おっしゃるとおりです。で、それがもうちょっと全世界に波及しかね、仕掛けていて、この、17日か、16日だったか、アメリカで珍しく FBI が主導しまして、ファイブアイズ、つまり、イギリス、アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、カナダの情報当局のトップが集まって会議開いたんですね。これ初めてで、みんな驚いたんですが、当初のテーマは、暴走続けるロシア、そして中国に関するものだったんですが、急遽今回の事態を受けて、イスラエルとハマスのことになった。その中で、出てきた答えは、世界中にこの紛争が広がる、だから警戒を強めようということだったんですね。で、ここでぜひ井川さんにお聞きしたいのは、我が国の政治は大丈夫なのかということで、先ほどお話伺っていましたが、昨日のもう、あ、おととい、おとおととい、いですね、もう日本中がちょっと注目しました、日本保守党の結党大会に出られていたということで、ぜひちょっとその辺お話を伺わせていただければと思います。第一ホテル東京の、宴会場で、500名の収容人数500なんです人が、なんですか。ほぼというか、完全に満杯でした。やっぱりね。最大の、サプライズは、名古屋の河村市長さんが共同代表ということでですね、これはいろいろと、いや、どう思われました？最初それを聞いたときって、ハプニングの発表だったと思うんですけど。私も数週間前にサプライズありますよということは伺ってたんですが、まさかの本当にサプライズだと文字通り驚いたんですけれども、ああいうキャラの方じゃないですか。ね、いろいろありますんで、賛否両論も多分保守党のサポーターの方から、支持者の方からもあったんじゃないかと思うんですが、私としては、百田先生、有本香織さん、やっぱご本人もおっしゃってるように、本当の政治のですね、今までの政治の実務の経験がないので、そういう意味では百人力であることは間違いない。何期も衆議院議員もやられた上にですね、政令指定都市の副市長をやって、あと私としては減税というところにですね、重きを置いておられるのが河村市長で、実際に、一生懸命こうアピールされてましたけど、過去に千何百億円 浮かせて減税したと、そういう点は私は減税論者なもんですから、ありかなと思いました。いや、まだ気を使ってらっしゃるんじゃないですか、今まで。いや、僕は何を言いたいかというと、やっぱりこの岸田政権に対する怒りみたいな、失望感みたいな、国民のそういった怒りが、実は百田さん、有本さんが作られた日本保守党に対する期待となってね、もうすぐやっぱりフォロワーは自民党を超えてしまうし、党員も5万人を超えてしまうという、これまでなかったような、その勢いがあった。
でそこには既存の政党とか既存の政治の仕組みとかそういった何かを知っているとかいうことじゃなくて本当に国民のための新しいシステム、はい、新しいやり方をやってくれっていう期待だったと思うんですね、はいはい、そこにあのなんかダメだギャーみたいな、ね、ことを言って金メダルをかじっちゃう人がねいきなり出てきて、はい、これがサプライズですって言って共同代表ですって言った瞬間にいや僕はこれここまでみんな一生懸命こう期待を寄せてこう言ってきた国民はどうなんだろうっていう正直本当に思ってでその最大のやっぱりあのなんていうかなあの現象というかあの反応ということで言えばやっぱり高須クリニックの高須さんがすぐあの、まあ、ちょっとね絶縁宣言のようなつまり人情もわからない人とはもうお付き合いできませんとでさようならバイバイになって ものすごく、ね、あの X かなんかでね、はい、あのお出しになりましたけども、はいはい、この辺はどういうふうに思われますか。まあそういう方がいらっしゃるのもよくわかりますね。まあ、私自身も川村さんのキャラクターはさほど私は好きではないんですが、まあ、全然真逆ですよねいや、まあ、あれなんですけれど、まあ、そういう意味で言うと、まあ、あのおっしゃるようにあの金メダルかじったりだとかですね、うん、若干あの、まあ、失礼な言い方ですけど傾聴不白なところで、うんまあ、私も十分軽い人間なんですけれども、うんまあ、場面はわきまえるべきかなと思うんですけど、まあ、ただ減税の実績出してこられた一点で私は飲み込もうと思ってます、うん、そうですねだからまあ、今も岸田政権は、まあ、20日から臨時国会そしてということで23日に所信表明演説やりますけども、はいまあ、その際に今増税ということで国民が反発しているわけですよね。だから減税なんだということで見せかけのね減税の所得税をちょっと安くするとかアホなことをやろうとしてますけれども、はい、そうではなくて消費税の、5% 8% も含めてそういった目に見えるような減税しなきゃいけない、はいはいでそのためにはやっぱり日本保守党にやっぱり頑張っていただきたいっていう国民はねやっぱり思ってるとは思うんですけどもね、はい、そうなんですよね、まあ例によって選挙前のやるやる詐欺みたいな形になってですね本当に所得税だと時間がかかるだとか効果が出るのになんてこういうことを言ってますけど、うん、私はおっしゃるようにも消費税 5% にとりあえず時限措置でもいいからですね下げて、うんというのが一番シンプルだしすぐできるしで、うん、そもそもインフレで国民が苦しんでるというんであればですね、まあ、その分 5% 下げれば、はい、5% インフレを操作したことになるわけですから、うん、その通りなんですよ。一番わかりやすいし、はい、一番効果がある、はい、まあそれできないんでしょうね。まあ、財務省の力が強すぎて、うん、でつまりね岸田さんの本当に悪いところっていうのは、はい、実は自分できっちりした意見なり、はい、方針なりがなくて実は少しはあるんですけれども結局ね周りに丸投げして最後は僕らあ、まあ、財務官僚の言いなりになっている、はい、だから本当の意味のね司令塔がいないんですよね。で今回のイスラエルとハマスの問題についても、はい、アラブ諸国で今どうなってるかって言ったらその岸田さんとイランの外務大臣が会談した時ににっこり笑った握手しているその写真をその新聞にデカデカと出して日本はそのハマスを応援するイランの友達なんだって揶揄されていてで官僚の中では何を言ってるかっていうともう岸田さんの存在自体が災害だとトラブルとどういうことなんだと、はい、ということで見てみましたらこの間朝一番に、はい、木原誠二さん、はい、と朝食で二人会って、はいまあ、そこでいろんな指南を受けたと思うんですけども、はい、井川さん木原さんについてすごく厳しいですよね。いやまあそうですね私、まあ、あの人も財務省出身なんで、はい東大法学から財務省に行ってた政治家に対しては私は基本的に辛口ですから、うん、受験秀才ではあるかもしれないけれども、うん、そのまま、大蔵省今の財務省に行って世間を知らない、うん、要するに一番景気経済に影響する部門に携わる人間なのに、はい全く浮世のことを知らないっていう点でですね浮世のことを知りすぎてるんじゃないですか。あ私は木原さんが木原さんが別の意味でねいやあれは知らないタイプです。ああいうのはですねだって
職業に規制があるわけじゃないですけど、うん、だいたいその話題になる人ってその全部水商売風俗系の人ばっかり話題になってるじゃないですか、うん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 、本当に浮世に長けた人間だったらですね、はい、まあ、素人さんにも強いやつですから金で片付くところばっかりを話題に上がってきてると某週刊誌では、ね、はい、うんうん、まあ、本来だったら、まあ、辞任ものですよね、はいはい、まあ、それを岸田総理はかばったというか、まあ、木原さんがいないと自分が動けないっていうものを感じているっていう、はい、まあ、あからさまにそれを見せた案件だったと思いますよね。官邸でもなんか、人前で木原副、うん、元副官房長の方は木原さんと呼んでですね、さん付けで呼んでるそうです、総理大臣が副官房長さんで、それで、今度は木原さんは、岸田さんのいないところで岸田はつってこうやって呼び捨てにしてるそうですから、そこにもう力関係が、まあ、如実に現れてると思いますね。いや、この間もちょっと情けないなと思ったんですけど、はい、今政府は一生懸命消費減税も、ごめんなさい、そういった減税論も含め、はい、あるいは国民生活を守るためにこれだけやってるんだとかアピールするための PR ビデオを作ったんですね、はい、それはこの間のイトーヨーカドーを見に行ったっていう場面を映して、で、我々は国民生活を守るために生活の政策を作りたいっていうことを総理がナレーションで言ってるんですけど、はい、今頃イトーヨーカドー行って物価が高くなっているって気づく人っておかしいですよね。いやもう、もう末期症状ですよね、うん、もう誰の心にも響かなくなってるっていうことを本人が気がついてないという、うん、今までだって何一つとしてですね、うん、国民の、心に響く蓄積を残してないわけですから、ここに来て足元に火がついたからといって、まあ、うん、足元が尻に火がついたからといって、うん、そんなパフォーマンスしてもますます国民は呆れるだけですよね、うん、これでもあれなんですかね、岸田政権って見ていったときに、はい、まあ、改造をやりましたけれども、はい、岸田さんだけは悪いんですかね。私はやはり周りがいた木原さんも含めてね、うん、いろんなその主要閣僚を見るとですね、私なんかやはり麻生副総裁の意向がかなり強く働いてるんじゃないかというファミリー内閣ですよね。そうですね、それはよく言われますね、はい、うん、だからその増税路線も含めて、はい、結局は麻生さんに逆らえない部分もあって、はい、こういう流れなんだっていう方もいますよね、はい、だから宏池会の時って、宏池会出身の首相の時って、うん、総選挙惨敗してる、うん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 、過去が多いんですよね。はいはい、やはり結局そのハト派外交あるいは財務省の言いなりっていうのはやっぱり国民は、はい、なんていうか望んでないというか、うん、むしろ怒りに近いものを抱いてしまうというんじゃないでしょうかね。そうですね、加藤総理も広い意味では宏池会だったですし、うん、はいはい、その前は宮沢元首相の時もですね、断髪はあれで自社下がってきちゃいましたしね。最悪でしたねって言うと怒られますけどね。国民生活ってあんまり考えてない人でしたよね。ああ、とにかく最初から最後まで上から目線で喋る方でしたよね、はい、うん、だから宮沢さんって僕も取材等々で、はい、まあ、当時週刊文春にいた頃に取材申し込んでいろいろな場面あったんですけど、最初に出身大学聞くんですよね。で、東大以外は相手にしないみたいな、すごいなみたいな思いましたけど、ね、おいごさんである宮沢陽一さんで、はいはいはい、当税調会長されてるね、はいはい、これ逸話がありまして、私自分のメルマガでは書いてるんですけど、はいはい、かつて裏千家 の、はい、お初釜ってお正月に初釜開きをするんですけれども、はいはい、そこにご招待いただいてた頃がありまして、はい、で私と弟が出席して、はい、まあ、それぞれもこう離れて話した後、うん、まあ、終わったお初釜終わった後の、まあ、離職パーティーですけど、はい、弟が私のところに戻ってきたと思ったら、はい、兄貴宮沢陽一さんって何なのって言うから、ああ、まあ、私も知ってたものですから、はい、いや、ほら大蔵省 の死刑、うん、いやいや、そんなこと知ってるよって、そういう意味じゃないって、うん、名刺交換した途端に出身大学どちらですかって言われて、あ、慶応ですって言うから、あ、慶応ですか、いい大学ですね、いい大学ですねですねって2回言われたんだけど、どういう意味だよって言うからあ、いい大学って意味なんだろうってやからだったんですけれども、これ宮沢家のなんかなんですかね、不思議ですね。他に自慢することがないのかな本当に態度変わりますよね。で、僕の時もその後の人がやっぱり東大だったんですよ。もうベラベラ喋ってるわけですよね。まあ、
ヨーダですからやっぱりちょっと我々と違うあの考えもお持ちなんでしょう。まあでもね、それでもあの随分お酒も大好きな方だったので、はい、そうするとやっぱりかなりその丁寧な物腰からなんか相当厳しい表現するということもね、僕らの時代で言われたんですけれども、まあそうですね。で、まあ、その財務省ね、あの安倍総理もあの、うん、まあ、回顧録によるとやっぱり頭角運動までされたっていうことですから ね、 そうですね、そうですね、官僚のノリを超えてますよね、うん、僕はあのあまり具体的には言えないんですけれども、まあ、週刊誌業界とかこう関わっていくと、はい、本当に安倍さんってちょっと敵が多かったじゃないですか、はい、であのずっと調べていくとどうしてなんだろうと思うと、はい、やっぱりそういうそっち側かのその某政治家からネタが振りまかれて、それでガンガン書かれてるんですよね。だからあの週刊誌のが、まあ、ずっとその安倍さんのスキャンダル報道やってましたけど、それはその週刊誌の記者が地道に何かでたどり着いて探り出したということではなくて、安倍さんを倒したい身近にいる人がリークして書かせてっていう図式は多かったですよね。それと僕はお聞きしたかったのは、はい、政治家の接待場所とかあるじゃない、はい、まあ、銀座があったりとか、はい、あるいは、まあ、それこそあの例の何でしたっけ、言っていいのかな、楽天の銀風館のあたりあるじゃないですか、はいはいはい、これ的なところご存知のところってあります？私はですね、あの、親しくさせていただいている方もいらっしゃるんですけれども、はい、本当にその方のご自宅にあので食事を振る舞われたりだとかですね、まあ、でもそれは健全ですよね、まあ、非常に健全、そこにまあ私がちょっとワインとか持っていくぐらいの話だとか、あとはもうこれ名前出してもいいだろうな、あの、はい、私の高校大学の後輩であの鈴木隼人っていう衆議院議員がいるんですけど、彼と食事する時も例えば赤坂のしゃぶしゃぶ屋の個室とかですね、まあ非常に父の頃はですね、はい、まあ、それこそ首相経験者といった人たちとでも銀座のクラブ、はい、例えばマイコとかですね、グレとかですねそういうところで、はい、もうすぐそこなんですけどね本当近くですけど、そこで例えば宇野宗佑さんだとかですね、はい、父は結構飲み友達だったし、はいはいはい、あとはよくご一緒させてた、そうそう、自民党じゃないんですけれども、はい、細川元総理、あ、はい、その妙に馬があったみたいでしょっちゅう銀座で飲んでましたね。まあ、どっちかというとオープンスペースで別にやましいこともないんでですね、政治業界って許認可がないものですから、別に普通にどんな業種も引っかかるような工場立地法だとかですね、 あと環境規制、水や、はい、それも政治に限らず、だからなんていうのかな、特にその 業界を縛る許認可がないので政治家とお使いするのもですね、うん、遠慮する必要ないっていうかですね、なるほど、普通にバーディー券買うぐらいの関係ですので、はい、あ、確かに言われればそうですね、特定の何かっていうあれじゃないですもんね。そうなんです。その分で政治業界ってやっぱり自由競争が厳しかったものですから、かつてはそう、どうでしょう、私が会社に入った頃上場している政治会社って2桁あったんですけど、今もうもう片手で数えられるぐらい、うん、なんで私は、うん、そう、一応そういうところで仕事をしてきたし父の背中も見てましたので、はい、許認可だとかその規制されている業種っていうのが腹立ってしょうがないです。それイコール利権だと思ってしまってですね、そうですね、ライドシェアとかですね、なんで入れないのって、はい、まあ、そういうあれですと、もう、まあ、その政治家とのつながりっていうのも、まあ、友情以外の密接な部分っていうのが薄くなってくるわけです、はい、許認可が絡んだりとか、まあ、俗議員とのお付き合いであるところは場合によってはその紙袋がこう飛び交ったりとか、はい、お話は聞きますよね、はい、まあ、大臣経験者とかですね、うん、もう時効だから言います、大臣経験者とか、うん、総理大臣経験者なんかには、ね、うん、相場があって、私はよく持っていかされました、はい、要するに会社のパーティーでスピーチしてもらったりだとか、はい、大王製紙は四国のゴルフトーナメントでやって、うん、そこの前夜祭に来ていただいてスピーチとかですね、はい、まあ、大体総理経験者で、まあ、スピーチ1本していただいて500万とかですね、まあ、ただですね、これももう一つ、はい、大王製紙の名誉のために申し上げておきますと、はい、それもちゃんと政治資金規正法に引っかからないように、例えば500万なら500万を
子会社が70、80社あるんで、うんうんうん、でその一つ一つの範囲に収まるようにして、ちゃんとその社名も書いた領収書金額も売って、うん、でこれを添えとくわけですよ。で講演会でもその政治資金団体でも何でも、もうそちらの裁量の中のこの受け取りをあれして返送してくださいっていう封筒までつけてるっていう、そういう形でやります。あの昔あの東京電力とか電磁連の政治献金調べた時あるんですけども、はい、そうしましたら関連会社の課長クラスまで全員2万円ずつってだあれですよね。そんな感じです、はい、実はそこがちょっと法の抜け目みたいになってましたよね、はい、ですか。僕もあのよく見てたんですけどもあ、今渡辺さんが見えられました、はい、恐縮でございます。はい、初めからずれてしまいましたあの待ってました通常隔週だったもんですから隔週のつもりで頭の中が動いておりました大変申し訳ございません。もうお詫びするしかございません。ほっとしました。2人で仲良くやっていただいて、どこまで行っちゃうんだろう。どんな話されたんですか。いやいや、今また振り返るのもちょっとお恥ずかしいんですけど、ちょっとあの、はい、政治家とお金の話をちょっと。政治家とお金の話、はい、はいはい、まあいろんなお金が動いてますけれどもね、政治家は、うん、今あの月刊文藝春秋でこの間のね号であの森喜朗さんと、はい、あの下村さんのお話の中で、はいはい、どうしても自分をその旧安倍派のトップに据えてくれということで、はい、まあ森さんのところに紙袋持って行って、はい、2000万円だから受け取ってくれって言ったら森さんが怒って、こんなんでトップになれると思うのかって返したと。そしたら昨日か一昨日か下村さんがあれは全部嘘だということで、名誉毀損で提訴した、はい、っていうところがね、昨日からニュースになってましたけどもね、はい、2000万って安いですよね。ちょっと聞いたことないですよね。それこそさっき言われてスピーチ1本で500万ですから、4回分でトップになれるな。通常だってデパートの紙袋1個5000万じゃないですか。それはあの猪瀬さんの都知事の時の5000万円が入るか入らないかって言ったあれですよね。基本的に、うん、こんにゃく100万円ですよね。レンガ500万ですよね、うん、で紙袋1個が5000万っていう、でスーツケース1個が3億円なんです大体。なるほど、はい、素晴らしい。いや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 、ある派閥のパーティーでですね、はい、昔いた伊吹文明さんという素晴らしい嫌味のうまい方がですね、うん、自分のお嬢さんが美人だということだけを言い続けていたという、ね、あ、そうなんですか、はい。派閥のパーティーでスーツケースが足らないんじゃないかという嫌味を言ったというですね、はい、こんなに盛況でじゃあスーツケースが足らないんじゃないですかねっていう有名な公選法にかからないもんですからね、党内のお金の動きは、うんうん、 うん、でもその金どうやって集めたのと、うん、だって議員報酬って2400万円ぐらいじゃないですか。うん、文書費等を入れたってですよ、せいぜい120万ですから3600万円、うんうん、いやさっき私も首相経験者のところにですね、はい、父の使いでレンガ持っていった話とかレンガ持ってたね。まあ合法的にね、はい、もちろん合法、はい、持ってく分には構わないんですが、はい、ただそれにしてもね、2000万っていうのは金額もちょっと中途半端だし、うん、デパートの紙袋っていうのもちょっとね、はい、だってデパートの紙袋で2000万っていうと約100万円が1センチなので、はい、下このぐらいですよね。リアルだな。リアルですね。リアルですね、はいはい、私も博打で支払いの時に現金じゃないといけないっていうんでですね、スーツケース持ってった時ありましたから、はい、ですよね、はい、身袋持ってて下これだけだってちょっとみっともなかりません。せめて3000万は入れないと。だからこの話森さんがねそうされたということで、うん、まあ北国新聞かなんかね最初やって話題になって、はい、でそれで下村さんをその旧安倍派のその集団指導体制の中外しちゃったっていうきっかけになっていくんですけれども、うん、でも今また揉めてますけれども、うん、それをまた森さんが月刊文藝春秋の取材に答えたわけですけども、どうもどこにリアリティがあるのかなって実はちょっと不思議でならなかったんですね。そうなんですよね。森さんがだから下村博文さんを飛ばした理由、
5人組がいるじゃないですか、うんうん、で塩の屋さんがいる、で塩の屋さんはまとめ役としていい、うん、で下村博文さんは自分が総理になりたいから派閥のトップになりたかったっていうシナリオですよね。そもそもだって下村博文さん派閥出てくぞって言った時に、うん、3人ぐらいしかついてかない、そうですよね、やれないですよね。そうですよね。そうそう、あの某所で下村さんが割るみたいな話が出て一瞬出たんですよね、うんうん、何についてくと思うよっていう話になって、人かなっていう話になってましたから、リアリティのある話、ね、あまあね、若いも、まあ、思った通り安倍総理なきやと、まあ、まぐその川流れになるかなと思ったら、うん、いよいよその手を、うん、まあ、ただね、分裂はそこしないと思いますよ。分裂はしない、うん、まあ、した後どうなるかっていうの分かってますからね、うん、で最大派閥って数がありますから、うんうん、数の脅しがまだ効きますから、うん、で派閥抜けるとすれば福田さんのところで20人ぐらいついてって、まあ、福田さんのところは実は一緒になってますけど基本的には違いますからね、別ですからね、やっぱり福田さんたちはやっぱり俺たちが本流だという意識の方が強いですよね。まあ、確かに核福戦争以来の流れからいけばですよね、はいはい、ただ岸さんがね、はい、信千代さんがまた、はい、戻りましたので、はい、信千代さんが本来の後継者なのようにも見えるんですけど、これ戦国時代の徳川家みたいな話になってくるんですね。いやだってですよ、考えてみたらですよ、日本の戦後の半分は、うん、安倍岸佐藤麻生、半分はあの一家が総理やってんですよ。まだ総集班の時代があったんですね。そうでしょ、経営時代みたいな話になっちゃった。賀来さんだけが、木下藤吉郎だけが別枠だったと。いや菅さんも別枠ですけどね。あ、そうかそうか。で菅さんはなぜ、うん、市会議員出身者なのに、うん、総理になれたんでしょう。そこですね、どこでどうやってお金集めたんでしょう、うん。いやあそこのね横浜21のなんか開発案件があってどうたらこうたらってのよく聞きましたけどね。あの IR で揉めたのもいろいろありますけどね。そうそうそう、 IR のでもね、はい、でもそれなのになんであの根岸の米軍跡地はきっちりしきれなかったんだろうっていうふうに思うんですけどね。藤木さんに不義理するぐらいですから ね、 そうですね、あれは大きかったですね、うん、ああいうふうに両者が IR の件巡って決裂まですると思いませんでしたね、うん、まあ、そのあたり裏があるっていうのは聞いてますけれども番組では話せないいや僕もちょっと、はい、あの F さんの方と、はい、もう一つの K さんの方、うん、両方とから別件でお話聞いたんで、多分それは事実でしょう。当事者当事者から聞いてますから。素晴らしい。いや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 。まあということで政治と金の話ということで、はい、まあジャーナリストでもともと週刊文春新潮、はいはい、こちらにもいたんですね。はいはい、週刊文春いまして、その後新潮社の国際政治経済情報誌フォーサイトという、はい、創刊にいまして、はい、でその後フリーになって、はい、主にまあ月刊文藝春秋とかに連載とか書いてきました、うん、でまあ、僕も若かったんで随分いろんなとこ飛び跳ねたりとか、はい、いろいろやりましたけれども、まあ永田町とも随分やって、はいはい、可愛がってももらいましたし、いろいろといろんな方いらっしゃいますからね。そう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 、はい、ただまあ高須先生もおっしゃられておりましたけれども、義理と筋をたがえるとえらいことになると。その通り、永田町はですね、はい、はい、ということであとお時間少しになりました。遅れてしまいまして申し訳ございません。自宅からスーツを着て、銀座のスタジオまでなんと20分で来れました。ありがとうございます。新記録ですね。新記録ですよ。スーツ着てネクタイ締めてタクシー乗って飛んできて、20分ということで、大変ご迷惑をおかけしました。お二人には申し訳ありませんも嫌いに謝るしかございません。ということで渡辺哲也賞文化人放送局スペシャル対談1本目、この辺りで。